くれてたありがとうございます。私なんかのために。やっぱり優しい。あの、その、それで、優しいあなたに一生のお願いがあるんですけど。その、あなたの血を吸わせてくれませんかいや、その、お昼ご飯用の血液パックを忘れたとかじゃなくて。 それは、ちゃんと今日も思ってます。あ、私は、生吸血したいんです。吸血鬼にとって、直接吸血するのは一種のステータスみたいなもんなんですよ。私ぐらいの年頃の吸血鬼はみんな、生吸血したいと思ってる毎日を過ごしてるんです。でも、私には、親しい人間の友達なんていないから、やりたくても、 でできないんですよみんな卒業してるのに私だけまだでだからお願いしますあなたで卒業させてください土下座土下座しますからほらこの通りお願いします血を吸わせてください初めてはあなたがいいんです、うん パックの血は嫌なんです。そろそろ卒業させてください。一回、一回だけ、一滴だけでいいですから。え、いいんですかほんと、ほんとにへへ。<laughs> じゃあ、早速いいですか首、失礼しますね。<laughs> これが男の人の首筋。<laughs> やっば。エッチすぎ。え、あ、違います。そういう目で見てたわけじゃなくてち。違います、違います。き、綺麗だなと思っただけです。決してやましい気持ちなんてありません。ほんと、ほんとなんです。信じてください。じゃあ、すいますよ… 断るなら、今のうちですよ。本当に、本当に捨ていいんですよね。よし。すいません。 うあもう一回もう一回いいですかいいですよね一回も二回も大して変わらないしいいですよね。 私みたいな陰キャに吸わせてくれるなんて天使すぎ。<laughs> す好き好き！あ、好きになる。元から結構好きだけど、もっと好きになっちゃう。え、あ、どうしたんですかい？いきなり押し倒してきて。も,もしかして。 私とそういうことをしたいんですかへへ <laughs> でも私たちにはまだ早いようなあ別に嫌ってわけではないんですけどむ,むしろみたいなへ <laughs> でも私の人生今日だけで変わりすぎでしょう一日で生吸血以がも卒業しちゃうなんてえっ <laughs> あ,あ具合が悪い ああご,ご、ごめんなさい。血液吸いすぎちゃいましたかあご,ごめんなさい、ごめんなさい。どうしよう、どうしよう。私のせいでこんなことに。あごめんなさい、ごめんなさい。あ、すいません。静かにします。ごめんなさい。あ保健室とか行きますかあ大丈夫ですかああ、じゃあ、気分が良くなるまで。 私の膝使って寝てください嫌じゃなければですけどはいどうぞあのえー、っとこんな少量の血を吸われただけで具合が悪くなってしまうのならその他の吸血鬼に吸わせちゃダメですからね 他の奴らなんて、あなたの体調なんか気にせず、がっついてくる奴しかいませんから。私がに吸わせちゃ、ダメですよ。私なら、あなたに優しくできますから。今日はその、こんなでしたけど、次からは、優しくしますから。他の奴らなんて、 血液吸い捨てするようなクズしかいませんからね。スタートもこんなに優しいのは私ぐらいですから。だから、私専用の血液サーバーになってくれませんかちゃんと優しくしますし、あなたが気持ちよくなれるように吸いますから。え <laughs> いいんですかやった嬉しいですあ、 もう体調治りましたそっか。よかったです。あの、お詫びをしたいのでこの後、私の家に来ませんかあの、その、下心があるとかじゃなくて、血液が足りないので、あ、あなたの血が、あの、減ってるので、血液増産料理を食べてほしいなって、 私、料理得意なので、どうですか来てくれますかじゃあ今すぐ行きましょう私、料理頑張ります。